こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、山本太郎さんに対して、まあ、過去のことではあるんですけども、まあ、女性に対してのね、まあ、性犯罪疑惑というものがまた再燃してきたようです。まあ、選挙前ってのは対立候補のいろんなね、悪いところとか対立候補の怪しいところとかをどんどん醸し出して、その人の信頼を失わせることとか、人が不利になることをどんどんね、情報戦としてやっていくっていうのは昔からよく知られたことなんですけども、まあ、まずね、私が思うのは、そうやって他者を貶めて自分を高く見せるんではなくって、自分の国民に対しての約束をもっともっとね、発信することによって、そんな、まあ、他者をね、傷つけなくても勝っていってほしい、勝負してほしいなっていうのが前提の気持ちです。で、他者を貶めればそれだけね、自分も貶められるんではないかなと思います。で、今回は山本太郎さんが過去にね、女性に対して、まあ、非常に、深刻な性犯罪を犯していたんではなかろうかという疑惑と、それを揉み消すために裏社会の人を使ったんではないかなってことが言われているんですけども、この真偽ってのは一体いつ明らかになるのかってことなんですよね。というのが、誰がその証言をしたら全員を納得させられるのかってこともありますし、まあそうですね、山本太郎さんの気持ちになれば、もしね、自分に本当にそういった過去があるならば、弁明なり釈明なり弁解などする余地ってのはあると思いますけども、ただね、やってもないことに対して釈明や弁解をする必要はないと思うんですよ。まあですんで、山本太郎さんがやってない、もしくはその他の方がやったに違いないっていうふうに、いろんな人がね、いろんな評判立てますけども、そのどちらに自分は同調するのかっていうところが一つ。あとね、性犯罪を許さないっていうのと、山本太郎さん個人を許さないっていうのは、またこれ別の話なんですよね。そして、過去の罪はいつまで一体その人につきまとうんでしょうか。もしくは、過去に何かね、間違いを犯したら、何をしてはいけないというふうに決められるんでしょうかってことなんですよ。まあ、これは人間ってのは理屈じゃなくて感情もありますので、感情論で許されないってこともあると思うんですよね。で、そこで私の感情論を申し上げますと、たとえね、山本太郎さんが何がしかの罪を性犯罪にかけると犯したとしても、私は損害を受けてないわけですよ。だ、そう考えたら山本太郎さんの好感度はあんまり私に対して落ちないんですよね。ただ私、もしくは私に関連する方が何か嫌な思いをして、間接的に私が被害を受けたと思えば、山本太郎許せねえなって気持ちは出てくるかもしれません。でも私は直接山本太郎さんと関わりがそこまで深くあるわけではありませんし、政治家山本太郎としてスタートした時からしか見てないとすればね、それまでの人生でメロリン Q をやったから気に入らないとかね、そういうことになっちゃうわけですよ。だから人にはいろんな人生があり、過去があり、間違いがあります。でもその一点を切り取って、これがあるから全否定みたいな論法は私は好かんですね。人はね、じゃあ360度全部がね、綺麗だって言える人ってのは果たしているんでしょうか。いないとしたら、その人が一体何の権利を持ってね、誰を批判してるんでしょうかってことなんですよ。お前が言えたぎりかって話ですよね。まあ、ですんで、私たちは政治家になるべくクリーンな人を求めますけども、それは政治家になってからやっていただければいい話でですね、政治家になる前にどんな人生を送っていても、そこまで気を止める必要はないのかなというのが私の感想なんですよ。ただ私にも感情がありますんで、重ねて感情論のことを申し上げますけども、こんなやつが選挙に出てほしくないなっていう気持ちがあるのも確かなんですよ。これは山本太郎さんに対してじゃないですよ。だからね、人ってのはね、そういうふうに自分基準という矛盾を大いにはらんだ人間なんですよ。だから誰か一人が何かを決めるとか、誰か特定の権限を持った人が何かを決めてしまうのは非常に危険だなと思ってるんで、民主主義の原理ってのはどんな人にも同じ一票っていうところに落ち着いてるんじゃないかなと思うんですよ。ただこれもね、問題がありまして、どんな人でも同じ一票ってね、お金を稼ぐ能力があろうとも、人とコミュニケーション取る人が上手な人、下手な人いるわけですよね。また、なんかね、あんまり人間関係構築が上手じゃないとかね、それから人を傷つける発言をしてしまう人とか、まあいろんな価値基準があって、それこそそこに優劣をつけるとすれば、100点を取れる人もいれば0点の人もいるわけですよ。で、そんな人が混ぜこぜになってね、同じ1票っていうのは、これはこれで不平等ではないかなっていうところもあります。まあ、例えばね、18歳19歳の人が判断するものと、
じゃあ70、80の人が判断するものと、当然判断の情報量や基準とか経験値っていうのが変わってくるのに、同じ一歩ってのはどうなんですかってことですよね。でも結局は人数が多ければ多いほど、それは平均値になっていくのかなと、当たり障りのない、結果になっていくのかなっていうところでね、民主主義っていうのはあまり尖った意見っていうのが代表に出てくることはないということなのかもしれませんよね。ちょっとね、話が難しくなってきましたので、シンプルに言いますけども、山本太郎さんの過去の疑惑に関しましては、私もね、知らないわけではないんですけども、ただやっぱり雑誌ゴシップレベルなんですよね。最近ではね、この1年2年、国会を見ていて聞いていて非常に不満なのは、野党の方が与党を追及するときに、週刊文春に書いてあったんですけどっていう前置きなんですよ。雑誌に書いてあることが論拠になってね、で、質問や答弁が繰り返されるっていうのは、どんな情けない捜査能力なんだ国会議員よと思いますよね。雑誌がもうすでにね、捜査能力が一番高くなっちゃってるっていうのは、逆に言うと警察も国会議員の捜査能力もない、もしくは雑誌に依存しちゃって自分で調べる、自分の足で探すような記者がいないっていうことだと思うんですよね。そこでね、雑誌に書いてあったこの疑惑に対してどうなんですかっていうのは非常に無責任だなと。自分の足で調べたことに対して、様々な裏付けを持って突きつけるならまだしもね、裏付けそのものが雑誌というね、スクープとかね、そういった論拠としては非常に浅いものが発言の突破口になってる、質問の第一声になってるっていうのは、これあまりにもね、野党としてもね、くだらないことをやってるなと思いますね。だから私がね、山本純也さん、小川純也さんだ。日憲民主党のね、小川純也さんが好きだったのは、3年とか4年前、安倍政権の統計の不正を自分で暴いてるからなんですよ。そしてそこに二重三重に補填するロジックをどんどん用いてね、裏付けもすごく緻密だったんですよ。しかも、ものすごい言葉選びを上手で、情熱的に訴えかけるメッセージがそこにあり、いや、非常に素晴らしい人が出てきたなと。こんな人が立憲民主党にいるなんて、なんて奇跡だなと。それこそ枝野さん、福山さんなんてのは、もう数に入らないぐらいの、答弁能力だと思ったんですよね。ただ小川淳也さん最近はですね、もうその切れ目も悪くなってきて、立場が変わってお忙しくなったのかもしれませんけども、あまりにもね、与党を追及したいがあまり、もう完全論拠がバラバラになっちゃってね、もう矛盾だらけになっちゃったんですよ。自分の発言を自分で打ち消すようなことが繰り返されていて、あとは勉強不足すぎるということで、テレビの討論とか出てるみたいですけども、ちょっとあれではね、朝まで生テレビレベルの、くだらない、小川淳也さんどこ行っちゃったのみたいなことになって、もうこれはあかんなと思いましたね。はい、ちょっと小川淳也さんの話まで出ちゃったんですけども、小川淳也さんと山本太郎さんって、ものすごい勉強の深さとかね、広さとか、感情的に訴えかけるパフォーマンスとかものすごく似てるんで、この二人が手を取り合って協力したら、どんなにか世の中を動かせるだろうかなと思うんですけども、残念ながらこの二人に融和する点はないようで、今のところね、お互いが同じようなポテンシャル持ってるからでしょうかね、お互いがお互いの方向に引き込みたいっていう気持ちがあるのかもしれません。山本太郎さんは野党統一みたいなこと言ってますけども、そもそも野党を割って自分の政党を作ったのは山本太郎さんなんでそこもちょっとね、妙なところがありますよね。ただね、自分が小沢一郎さんのところを離れて独立したからこそ、あ、やっぱり別れちゃいけないなと、統一するべきだなって気づいたところもあるかもしれません。と同時に、山本太郎さんに限らず、犯罪をしてしまった当事者だからこそ、あ、これは犯罪をしたら被害者にもこんな思いをさせるし、加害者としてもものすごく自責の念にも苛まれたり、いろんな社会的制限とか、それから先入観を多くの人から持たれて、いつまでも過去を引きずられるような形でね、リスクが大きいんで、いろんな意味で絶対に迷惑をかけちゃいけないと、自分の一時の感情で仕方がないんだと起こしてしまった、そのたった一点で人生が全否定される可能性もあるんだなと。それこそ再起のチャンスを与えられないこともあり得るから、だから犯罪はダメだよ、特に
性犯罪はものすごく卑劣で卑怯で、やってしまった本人すらずっと引きずらないといけなくて、復活のチャンスがなくて、いちいち何かことを起こすたびに、過去の性犯罪はこうだとかね、この過去の被害者はこうなってる、あなたのような方がいるから真似してる人が出てくるんだみたいなことで、本当に反省していても全然それがね、酌量されないっていうこともある。そして何よりも自分自身が、あ、本当に申し訳ないことをしてしまったな。例えばね、例えばですよ、みんながみんなこうは思わないと思いますけども、性犯罪をしてしまいました。例えば30歳ぐらいの男性がね、小学生ぐらいの女の子にちょっとね、悪いことしちゃったと。で、その後罪を償って、よし、新しい人生始めるぞと思って、ある時本当にね、自分の愛するべき女性を見つけましたっていう時に、じゃあその女性をね、愛していくことの、まあ、反動といいますかね、過去に自分が犯してしまった性犯罪に対して、その被害者たる女の子もいつかこうやって誰かに愛されるだろうかっていうふうに考えた時に、とてつもない絶望感というかね、自分は過去を過去のものとして罪を償ったし、真っ白な気持ちで生きていきたいのに、やっぱり自分で犯してしまったね、その罪が目の前にいる女性を愛しきれないっていう風な反動になって、そしてもだえて苦しむという人生がね、人を愛するがゆえに起きてくることもあり得るんですよね。まあ、だからね、私はね、加害者を擁護するべきだとは一方的には思えないんですけども、ただ加害者も苦しんで取り返しがつかないっていうところで、自分の人生を、まあ本当にね、なんかやってしまった本人だからこそ、もう自分みたいな人生を送ってほしくないから、絶対に加害者にならないでくれっていうようなメッセージもあるんじゃないかなと思いますよね。まあ繰り返しますけども、人の人生を蹂躙して許されるわけがないと思います。でもその罪を背負うのは、もう本当にね、改心した本人じゃないかなと思うんですよ。もちろん自分さえ良ければいいって感じで、人に迷惑をかけまくった人ってのは、かけまくり続ける人ってのは、もうね、情状酌量の余地もないし、更生の余地もないんで、本当になんかこう、まあその人はその人で隔離したりとか、なんか特別な措置がいるのかもしれませんけどもね。まあでも、少なくとも政治家にな、ここからね、山本太郎さんの話に戻りますけども、政治家になろうとしてる人がね、過去の、なんか罪を、忘れてしまえるわけがないなと思うわけですよ。いやちょっとね、本当にこの話っていうのはなかなかなってしまうんで、なんか私も感極まるところがありますけどね。何なんでしょうね。何なんだろうね。何なんでしょうね。まあそうですね。今山本太郎さんの過去の犯罪歴を蒸し返すことを私は希望しないですよね。もう新しい人生を歩み始めてるわけですから、当事者同士で何かやるのはね、王にありだと思います。当事者であるのは。でも第三者が、自分が被害を受けているわけでもないのに、随分前のことを蒸し返して新しく人生を始めようとしている人の邪魔をすることはあんまないかなって気がしますね。でプラスね、本当これも極論なんですけども、じゃあ今回山本太郎さんの例を出しますけどね、もう一回。山本太郎さんが過去に何かがあったにしても、その人がね、代表にいるっていうことと、衆議院議員や参議院議員のような国会議員になること、もしくは総理になることと、究極ですよ、安倍総理が総理でいること、どっちがいいですかっていう質問に結局なるんですよ。じゃあ私たちは誰の過去を許し、誰の未来に期待するのかってことが常に突きつけられていて、一点の曇りもない人を総理大臣にしようと思ったら永遠に現れないんですよ。それこそ、それほど批判ができるほどね、私たちは綺麗な人間なんですかと、それほど素晴らしい価値基準を持って他者を判断できるんですかってことを突きつけられたら、途端に人のことはよく見えるんだけども、自分も人のこと言えないなと、対して被害、誰かに迷惑をかけてないのかもしれないけども、同時に人に何かね、利益をもたらしてるわけではないなということで、単なるいい人に収まっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。はい、ということで深夜の独り言でございました。山本太郎さんね、でも仮に罪を犯したことがあっても、国を救ってくれるなら十分お釣りが来るんじゃないかなと思いますよね。じゃないですかね。いや仮に、本当に仮になりますけども、山本太郎さんが安室奈美恵さんか、なんか分かりませんけどもね、過去に
いろんな女性に対して性的な迷惑をかけたとしても、この国のより多くの国民を許すんだったら、解放してくれるんだったら、ロスジェネ世代をね救ってくれるんだったら、大いになんかお釣りが来るような気がするんですけども、まあなんかそんな考えっていうのはね、足し引き算っていうのは単純にはいかないと思いますけども、どうなんでしょうね。じゃあ最後にね、あの白い巨塔の中で関口弁護士が財前教授に突きつけた一つの言葉をちょっとね、謎かけとして残したいと思います。それはですね、財前教授はこう言うんですよ。私は今まで3000人以上の患者さんを救ってきました。その中でたった一人のね、嫉妬ミスを追求して、まあ、何になるんですかみたいなことをね言う場面があるんですけども、関口弁護士はこう言うんですよ。3000人を救っても一人を死なせてしまえば許されないよって言うんですよね。そこに対して財前教授はさらに続きます。それは命の瀬戸際に立ったことがない人の詭弁でしかありませんよ。さあどう判断するかです。3000人を救って、これからも大いに患者さんを救う可能性がある有名な、そして腕の立つ外科医がいます。でもたった1回のミスを追求して、その人を有罪にして二度とメスが握れない立場にすることが、果たして本当に人間を救ったことになるのかなってことなんですよ。もちろん3000人を救ってもたった一人を死なせてしまったら許されない。まさかそのまさにね、その一人には人生があり、家族があり、さまざまな思いがあったと思いますんでね。ただ救われた3000人からすると、その一人の被害者とされる方がいることによって財前さんへの感謝の気持ちは薄らぐかなと思ったら、人間は大いに矛盾をはらんでますよね。自分に被害が及ばないんだったら、この人は応援できるよっていうところも私たちはお互いに持ってるんじゃないかなと思いますし、自分が直接の被害者になってしまえば、他にどんないいことをしたとしても許されないっていう感情論もついて回るんじゃないかなと思うんですよね。今回は以上です。